全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。少しばらついたスタートになりました。まず何がいきますか。12番ミカエル・スペンサー、すっと前につけます。10番アルポイリス、譲りません。その後は14番祭りガサルちゃん、8番モコガリレオ、好位をキープ。1番人気、2番インパスコミュー、この位置。各馬1コーナーに入っていきます。5馬身相手、6番タカシャーリさん、その外7番イナズマホーム、11番エスパレジェンド、13番チルタリス、この辺りが中段。1番ヨギッチパス、その外3番ポチャミ、外を抑えて5番クボスター、これから向こう上面に入ります。少し差が開いて17番サンミツ、18番ムランモ、内から15番ポータサンサン、内側9番フェアリーパレード。 1000m の通過タイムは1分1秒0、外を抑えて16番トスタガネ、最後方は4番ドーテイナッツ。ここから先頭までは10馬身以上。先頭は10番アルコイリス、後ろに8番モコガリレオ、14番祭りガサブちゃん、好位をキープ。1番人気、2番インパストミュー、この位置からの競馬。1馬身相手12番ミカエル・スペンサー、4馬身相手6番タカシャーリさん。各馬大欅の向こうを通過。1馬身相手7番イナズマホーム、その外11番エスパレジェンド、1番人気インパストミュー、現在4番手。4コーナーから直線へと向きます。さあ直線の攻防、若干リードはアルコイリス、先頭アルコイリス、400を切って先頭アルコイリス、そしてモコガリレオ、食い下がるモコガリレオ、アルコイリスわずかに先頭か。ミカエル・スペンサー突っ込んでくる。残り200を切りました。ミカエル・スペンサー伸び足がいい。祭りガサブちゃん追い上げてきた。並んで叩き合いになった。インパストミュー差し切ってゴール。勝ったのはインパストミュー、鞍上は横山武騎手。インパストミューブリーダーズカップを見事勝利しました。ミカエル・スペンサー祭りガサブちゃん熾烈な2着争い。